山本キットについいて平野選手はどう思いますか打ち方とかパンチの打ち方とかめちゃくちゃなのにやっぱあのパワーはすごかったなって本当にパワーっていうか身体能力のなんかこうスピードというかもうなんか異次元のスピード感だったんだろうなと思いますあの現役すごかった時にね。そう だからあのクレイジービーの結構選手とかが結構キットの真似をしてあのキットの打撃の打ち方とかやたら真似するんですけどあれキットだから強かっただけでお前らやっても多分どうせ真似できないよっていうのはありますねそうお前らそんなキットの真似するぐらいだったらちゃんとあの格闘技っていうか打撃習った方がいいよっていうのはめっちゃ思いますあの堀口教授の方が多分全然キットさんよりも多分すごい 実力はね堀口教授さんの方が全然あると思うけどあの人はもうなんか自分でこう格闘技極めていったわけじゃないですかクレイジービーの中でもでもなんかクレイジービーに取り残された人っていうか、まあ、言い方悪いのかもしれないけどあのキットの打ち方とかすげえあの今でもこう真似してる感はすごく見えるんですよねわかるかななんかなんかあれ真似したってできないよっていうのはありますよね山本キットのり踏みの もう本当のナチュラルな強さだから通用したパンチとかステップなのかなっていうあの異次元のスピードがあったからこそ可能だった打ち方っすよね。うん、きっとストレートにアッパー合わせていやきっとのスピードは本当異次元だったと思いますよ。